東京シティフィルの首席客演指揮者の藤岡幸男です。ですね、11月10日の定期、このプログラムむちゃくちゃ最高です。もうすごい気に入っています。まずですね、ボーン・ウィリアムズですね。もう僕ボーン・ウィリアムズ大好きなんですけど、トマス・スタリスの主題による幻想曲って、これおそらくボーン・ウィリアムズが書いた最も素晴らしい傑作のうちの一つです。で、これ弦楽器だけで演奏するんですけど、とにかく美しい。で、二つのオーケストラに分かれます、弦楽器が。で、その、オーケストラ、もう一つのオーケストラからはですね、まるでパイプオルガンみたいな響きがして、もうね、これぞボーン・ウィリアムズ。もう品格高くて美しいです。これびっくりされると思います。ぜひ聴いてほしいです。そして同じボーン・ウィリアムズの、2台のためのピアノの協奏曲って、これ多分ね、日本でやったことあるのかどうか、まず全然楽譜が手に最初入らなかったです。それぐらい珍しい曲なんですが、これもまたね、聴き手を飽きさせないエキサイティングの素晴らしい作品で、しかもこれ寺田悦子さんと渡辺喜久夫さんで、もうこの2人ご夫婦なんですけれども、素晴らしい超名コンビなんで、この2人の演奏もね、ぜひ楽しんでいただけると思います。そしてメインの2曲、ドビュッシー、これはもう超傑作2曲ですね。牧神の午後への、前奏曲ですね。これはもう本当シティフィルの首席フルート奏者のね、竹山愛さんがもう吹いてくださると思うし、もうどこまで色っぽくできるかですね。そして、海ですね。もうこれはもう色彩豊かで、どこまで立体的に客席にこの素晴らしいサウンドが伝わるか、もうね、絶対飽きないです。もうなかなか聴けない前半の2曲、そして最高傑作の2曲、ぜひいらしてください。しかもですね、なんと、Under 20, 1000円、安すぎます。そして、Under 30, 2000円、もうね、若い人に来てっていう、そういう思いも込められてますんで、ぜひいらしてください。お待ちしてます。